幸徳秋水は、明治時代のジャーナリスト、思想家、共産主義者、社会主義者、無政府主義者。本名は、幸徳伝次郎。秋水の名は、支持していた、中江町民から与えられたもの。大逆事件で処刑された12名の一人。高知県幡多郡中村町に生まれる。幸徳家は、酒造業と薬種業を営む、町の有力者で、もともとは、幸徳医という姓で、陰陽道を良くする、陰陽師の家であった。なお、妻、諸岡千代子の父は、幕末の尊王攘夷運動で活躍し、足利三代木造共主事件の首謀者とされている、国学者の諸岡正胤である。9歳の時、儒学者、木戸明の信明社に入り、四書五経等を学ぶ。11歳で、旧制中村中学校に進学するも、台風で校舎が全壊しなかなか再建されず退学。1887年に上京し、1888年11月頃から、同郷の中江町民の家に学木として住み込み、その門弟となる。新聞記者を目指し、自由新聞等に勤めた。同年12月に公布施行された保安条例で大阪に移った町民は須藤貞則に芝居公演の企画を提唱し、須藤は大日本創志改良演劇会を旗揚げ、いわゆる創志芝居の先駆となる。その時の演目の一つ、勤王美談上のあけぼのは町民が秋水に執筆を依頼したと言われる。1898年2月、中央新聞を去り、黒岩類校の1892年に創刊した一万長報記者となる。一万長報は日本におけるゴシップ報道の先駆者として知られ、権力者のスキャンダルを追求、畜生実例といったプライバシーを暴露する、秋分記事で売り出した新聞である。1899年末には東京の新聞中発行部数1位に達し、最大発行部数は30万部となった。また一時淡紅色の紙を用いたため、赤新聞とも呼ばれた。秋水は、記者の傍ら国民映学会等で学び、1900年8月30日、旧自由党系政党の憲政党が、かつての政敵である藩閥の伊藤博文と結び、立憲政友会を結成したことを嘆き、一万、長報8月30日付に、自由党シスヤとの一文で有名な自由党を祀る文と題した批判論文を発表した。また、同年6月より起こった義和団の乱制圧の際、日本軍が清国の馬蹄銀を横領した嫌疑を一万長報で追及し、陸軍中将、真鍋武を休職に追い込む。このことで、真鍋や山縣有朋の恨みを買い、これが、後の大逆事件につながったとする説がある。一方、この年の5月に結婚した皇太子の結婚を祝う、社説を無署名であるが、一万長報に書いた。1901年5月20日に結成された、社会民主党に創立者として参画した。即日禁止され、6月3日、組織変更し、社会平民党の結社を、届けで、再び即日禁止される。1901年、20世紀の怪物帝国主義を刊行し、帝国主義を批判。これは、当時、国際的に見ても、先進的なものであった。また、この年12月10日、田中正造が、足尾銅山鉱毒事件について、明治天皇に直訴した時の直訴状は、まず秋水が書き、正造が手を加えたものである。1902年5月28日、前年に死去した中江町民を追悼する町民宣誓を発表。1903年、日露戦争開戦以前は、戦争反対の論調の新聞もあったが、ロシアとの開戦へと世論の空気が押されていく中で、一万、長報も、社論を非戦論から、開戦論へと転換させたため、10月12日、堺利彦、内村勘三、石川三四郎と共に、発行元の一万長報社を退社する。11月15日秋水と、堺は、非戦論を訴え続けるために平民社を開業し、週刊、平民新聞を創刊した。この頃、一万長砲の同僚であった、斎藤緑空が病で貧窮したため、週刊、平民新聞に、緑空のために、ものはがきという欄を設け、原稿料を得ることができるようにした。緑空は、その送金が待ちきれずに、病苦をして平民者に受け取りに来る時も多くあり、秋水はいつも小遣い銭を加えて渡すようにしていたという。1904年、与路国社会党書発表、堺と共産党宣言を翻訳発表、即日発禁される。1905年、新聞紙条例で入獄、獄中で黒ポトキンを知り、無政府主義に傾く。出国後11月14日、渡米、サンフランシスコに着く。アメリカに亡命していた、ロシア人アナキストのフリッチ夫人や、アルバート・ジョンソンらと交わり、アナルコサンディカリズムの影響を受けた。翌1906年4月18日、サンフランシスコ地震を体験。その復興としての市民による、自助努力に無政府共産制の状態を見る。地震の影響から同年6月23日には帰国し、同年6月28日には帰国歓迎会が開かれた。この時に、秋水はゼネラルストライキによる直接行動論を提唱。1906年1月に成立した第一次西園寺内閣の融和政策の下結党が認められた日本社会党において、国法の範囲内において、社会主義を主張すという合法主義を掲げていたため、秋水の掲げた実力行使に対し、党内は大きく揺れることになり、労働者による普通選挙運動を主張する片山千也田添哲次らの議会政策論と対立した元を分けることになった。後秋水は社会革命党を岩佐作太郎と結成。1907年2月5日の平民新聞に、世が思想の変化、普通選挙についてを発表し、直接行動を主張した。1909年、自由思想発刊、即日発禁。赤旗事件で入国していた荒畑寛尊の妻、菅野菅と不倫関係を結び、3月に千代子と離婚した。1910年6月1日、光徳事件において逮捕。秋水は、湯河原の天野屋に小泉作太郎に勧められてきており、内縁の妻となった菅の当時を兼ねて宿泊中であった。獄中で歴史的存在としてのイエス・キリストを君主のメタファーとして君主を排する主張をしたキリスト抹殺論を脱行。内容は新知学協会のアニー・ベサントのキリスト教論に合致する部分が大きく、ベサントの影響が指摘されている。これが遺構となった。翌1911年1月18日、大死人の有罪、死刑判決を受け、他の死刑囚11人と共に1月24日、処刑された。こうした当局の対応には、当時すでに、国内外で、知識人層の中から批判があった。社会主義者の一掃を図る当局は、事件発覚を奇貨として、事件への関与が薄く大逆罪に該当しない、秋水らに対し、罪を捏造して処刑した。軽死者12名のうち、実際に、皇族暗殺を計画、検討し、大逆罪に該当する、可能性があるのは、菅野菅、新村忠夫、宮下多吉、小狩喜作の4名のみと見られた。秋水は、事件当時、首謀者の一人に名指しされた菅野と、平民社内で同棲中であり、暗殺計画の存在を知っていた可能性がないわけではないが、そもそも菅野は、肺病で長く療養中であり、彼女が首謀者であったという検察の主張にはかなり無理があった。逮捕後、獄中の秋水へ、元妻千代子が面会に訪れたが、秋水は千代子が持参した手弁当に全く手をつけなかったという。しかし、その墓は、高知県四万十市の清福寺で千代子の墓と隣接している。悲鳴は小泉作太郎の手による。高知地方検察庁中村支部、高知地方裁判所中村支部の裏手にあり、戦前は墓碑に鉄格子がはまっていた。徳富色川秀水らの死刑を阻止するため、兄の徳富祖父を通じて、桂太郎首相へ嘆願したが果たせず、1911年1月に、幸徳らが処刑されて、すぐの2月1日に、秀水に浸水していた一校の弁論部、川上丈太郎と森戸達夫の主催で、謀反論を講演し、校長、新渡部稲造らの権責問題になり、学内で騒動になった。大逆事件は、文学者たちにも大きな影響を与え、石川啄木は、事件前後に、ピョートル・クロポトキンの著作や、公判記録を入手研究し、時代閉塞の現状、A Letter from Prison などを執筆した。木下木太郎は1911年3月戯曲、泉屋染物店を執筆する。また、秀水が法廷で、今の天使は、南朝の天使を暗殺して三種の神器を奪い取った、北朝の天使ではないかと発言したことが外部へ漏れ、南北朝政順論が起こった。帝国議会衆議院で、国定教科書の南北朝並立説を非難する質問書が提出され、2月4日に議会は南朝を正当とする決議を出す。この決議によって、教科書執筆責任者の北定吉が、休職処分を受ける。以降、国定教科書では、大日本史を根拠に、三種の神器を所有していた、南朝を正当とする記述に差し替えられる。また、翌1912年6月には、上杉新吉が天皇主権説を発表し、美濃部達吉が天皇機関説を主張し、当時の大学周辺では、美濃部の天皇機関説が優勢になったが、後天皇主権説が優勢になる。馬蹄銀事件で、秀水らを疎ましく思っていた山縣有朋は後、ロシア革命が勃発してからは、極秘で反共主義政策を進め、上杉の天皇主権説を基礎にした国体論が形成されていく。また、秀水の遺作となったキリスト抹殺論は、君主制廃止の観点から書かれた書き物であるものの、神社神道を国教としていた政府は、反キリスト教の観点からこの書物の刊行を認めた。キリスト抹殺論は、第二次世界大戦の時期まで、キリスト教に否定的な右翼や官僚、軍人、神職などに広く読まれ、昭和になると、キリスト教への圧迫のために悪用された。新たな資料などが発見された1960年代以来、大量の研究書が発表されており、大逆事件は国家による捏造であることが確実となった。批評家、唐谷有紀人や浅田彰、菅秀美、大鳥明らは、大逆事件を日本帝国主義の重大な指標としてみなし、その波及効果を研究している。他の評価としては批評家の福田和也が愛国者として、秀水を評価するものがある。また代表作、帝国主義は、ホブソンやレーニンらの帝国主義論に先駆けるもので、独自の批判的分析を展開している。2008年、クリスティーノ・レビによって、帝国主義のフランス語への翻訳、L、インペリアリズム、ルスペクトル・ジュバンティエム・シエクルがなされるなど、近年は国外でも再検討されている。2000年、秀水の出生地である中村市議会は、幸徳秀水を検証する決議を全会一致で議決した。ありがとうございます。